はい、おはようございます。空の見取りでございます。今日もね、天気はあまり良くないですね。寒いです。だんだん寒くなってきたんですけども、ちょっと私はこうしてるということなんですが、皆さん、オフ乗ってる方、ヘルメットをどういうヘルメットを被ってるかちょっとわからないんですけど、僕も初めはジェットヘルで林道とか走ってたんですが、やっぱりね、ジェットヘルだとシールドを下ろしてるとですね、やっぱりシールドすごく曇ってきて乗りにくかったんですね。で、夏場とか特にものすごく暑いし、やっぱり前が空いているやつがやっぱり一番、自分的には使いよくて、でこういう通常の、オフロードのヘルメットを、使ってるわけなんですけども、これを使うとですね、アドベンチャータイプのヘルメットとか使ってる方はシールドがあったりするんですけども、シールドないので目をね、守るものが必要になってきます。で、ゴーグルとかね、シェードとかを使うわけなんですけども、ちょっと今ここに、ずらっと、シェード類並べてるんですけど、ここに一番端にこの、置いてあるようなものが、カラーシェードっていうものですね。色がついてます。でこれはどういう時に使ってるかというと、林道に行くまでの間ですね、林道に着くまでの間をに、走行する時に使うのがこういうカラーシェードというものになります。ただやっぱり色がついてますので、林道の走行とかになりますと、やっぱり色がついてると、ただでさえですね、林道ってこう真っ暗なんですよね。暗いところが多くて、で色がついてるとですね、本当に路面状況がですね、見にくいんですね。で、それはやっぱり致命的なミスにつながるんですから、やっぱりこういうものを、今かけてるのもそうですけど、こういうものをかけて、林道までは、走っていくんですけど、林道に着いたらですね、シェードであれば、こういった、色のないもの、ここで言うとこういうものですね、色のないものを使うことが多いですね。で色のないものであればですね、普通のメガネと変わらないので、ただ目を保護するだけで色は何も見え方が変わりませんから、これをつけて走っています。夏場はね、通常こういうやつで走ってます。でただですね、こういうやつで走ると、その要はね、寒いじゃないですか。で寒風が当たるもんで、寒風をですね巻き込んでしまうわけなんですね。巻き込んでしまうと、目に寒風が、当たりまして、で目に寒風が、当たるとですね、涙が、出ます。で涙が出るとその涙で、滲んで見にくくなるということもですね、やっぱり起きてしまうわけですね。それでですね、冬季、冬の間に関しては、ゴーグルタイプも、使用することになるんですけども、こういった、ゴーグルですね、ゴーグル、はい、こういったゴーグルはやっぱり一番、目を守るということに関しては、いいと思うんですけど、やっぱりね、ぶつかってもこう、スポンジついてますので、安全でなんですよ。なんで一番いいんですけど、やっぱりこう視野がね狭くなるんですね。で前しか見ないような、そういうなんていうんですかね、こうオフロードのなんていうんですかね、フラット林道はもういいんですけど、それはレースですとかね、そういうやつには一番適してると思うんですが、林道のトレッキングとかですね、ちょっと山岳林道のような場所に行くと、やっぱりちょっと視野がね、狭くなってしまうので走りづらいんですね。で、そこで、私が利用よく利用しているのは、こういうものです。はい、これシェードですね。シェ
程度に、こういう感じで、ウレタンのライナーが貼ってあります。でこれによってですね、寒風が、目の中に、入ってきて当たるのを防ごうという目的のものですね。これ非常に、使いよいです。でさらにですね、これ全く全部透明なんですよ、ゴーグルなんですけど。で、ね、これはあのバイク用のゴーグルじゃないです。あのなんていうか、ホームセンターとかで売ってる目の保護メガネですね。あの意外にこれがいいです。でこれあのほとんど透明なので視野が狭くならないですね。で非常にこれは使いやすくて、値段もね600円ぐらいなので非常に安いです。で私あのこのシェード持ってるカラーシェードに関してはあのバイク用なんですけど、クリアのシェードに関してはですね、まあ、これだけ、おすみさんのウェストンって書いてありますけど、これだけちょっと、ね、バイク用なんで、ですけども、他のものはですねこれみんな、ホームセンターで売ってる、保護メガネです。保護メガネ、ですので、まあ、値段的には500円ぐらいのものばかりですね。これ十分です。はい、あともう一つですね、その保護、まあ、普通の保護メガネなんですけど、こういう花粉症の方用のこうメガネですね。僕も花粉症なんですけどね、これもですねこの、まあ、ゴムのライナーが、貼ってあるので、まあ、これのおかげでですね、寒風は入ってこないですね。はい、なのでこれも非常に、使いよいですね。はい、冬場はね、こういう、ヘルメットの下にですね、こういう防寒のものを巻きますね。まあ、これを巻くことによって、なんて言うんでしょう、まあ、防寒にもなりますけども、防塵にもなりますので、まあ、非常に暖かいですし、まあ、ゴミとかも吸い込みませんから、まあ、こういうものはですね、ぜひつけてもらった方がいいと思いますね。今さっきつけてた、黒いカラーシェードからちょっとつけてますね。これをつけると、まあ、こういう感じですね。はい、まあ、これで、通常林道まで、走っていくわけです。まあ、当然あのこれもね、あのウィンドシェードなんで、目なるべくこう目の、ラインに沿って作られてますから風は入りにくい構造にはなってます。ただあの全く入らないわけではないです。それで、林道に着いたらですね、まあ、夏場はこういった、クリアのシェードに変えます。こういうものに変えますね。これで夏場はね、あの風入った方が気持ちいいので、横が、空いてる方が入っていいですね。そして冬場になったら、シェードとしてはこういうものを、使います。このあのライナーが入ってるんですね。はい。わかるでしょうかね、こう、なかなか空気が入らないように詰まっている状態になっています。で先ほど言ってた花粉メガネですね。これもいいですよ。これもこれ980円でしたかね。これもなかなかいいです。こういう感じですね。こういう感じです。はい。はい、ゴーグルですね。ゴーグルがね、一番、目の保護にはいいと思います。はい、ただね、やっぱりこのスポンジの部分の分だけ、どうしてもね、厚みが出ますから、視野が狭くなります。はい、そこはもう仕方がないですね。はい、で
慣れればいいと思うんですけどね、やっぱりちょっとね、林道特にトレッキングしてるときは怖さがありますね、この視野ですね。よく使うのが、こういう、600円ぐらいの、作業用ゴーグルですね。はい、こういう感じです。これ一番視野が広くて、目も保護できて、防寒対策もできるんで、これやっぱり一番、真冬はおすすめかなと思います。特に曇り止めをね、塗ってもらえばもう完璧ですね。はい、これ一番いいと思いますよ。まあ5、600円ですしね、一番いいと思います。で、この紐ね、紐を、ちょっと長いやつを、買ってくださいね。この紐ね、これ普通の顔に直接かけるやつですので、作業用のゴーグルですから紐が短いものがありますんでね、それに関しては注意してあげてください。はい、はい、以上のようにですね、今日はシェードの、ご紹介をさせていただきましたけども、もっとね、僕こういうので走ってるよとか、私こういうので走ってるよっていうのがあって、いいのがあったらぜひ、それに関しては、空並みも教えてほしいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。今年も、雪山走ります、ぜひご期待ください。